あらゆる物体が、有機無機を問わず、全くもって言語に絶し理解不能だった。折に触れてギルマンは無機物をプリズム、迷路、立方体と平面のクラスター、キュクロプス式の建物になぞらえ、有機体からは、泡やタコやムカデやヒンドゥーの生ける偶像や蛇のごとくもつれ合うアラベスク模様の集合体という印象を受けた。見るものすべてが言いようもなく脅迫的で恐ろしく、動きから見てそれが有機体の一つだろうと気づくたびに、彼は混じり気のない恐れるべき旋律に襲われ、大抵はショックのために目を覚ましてしまうのだった。有機体がどのように動くかは、自分が動く場合と同様にわからなかった。すぐに彼はさらなる謎を見た。ある種の実体が、何もないところから突然現れ、また同じくらい突然に消えてしまうことがよくあるのだ。深淵全体を通じて金切り声を上げ吠えまくる混乱した音は、音程、音色、リズムといったアナリーゼを受け付けず、むしろ有機無機を問わず数限りない物体に起こるあらゆるぼんやりした視覚的変化との間に同期性を持っているようだった。ギルマンは、そのく普段にして不可避な動揺のどれか一つが、耐え難い強度にまで高まってしまうのではないかという恐れを常に抱いていた。しかし、ブラウン・ジェンキンを目にするのは、これらの徹底して異界的な本流の中ではなかった。そのショッキングで小柄な恐怖は、より浅く明晰な夢の中で彼を待ち構え、夢の最深部へと落ちる寸前のところで襲いかかってきたのだ。幾世紀を経た部屋に淡い光がちらちらと揺らめき始め、スミレ色の霧となって、彼の頭脳を核も狡猾に奪取し終えた角度を持つ平面間の光線を照らし出すと、彼は暗い闇の中で身を横たえながら何とか目を覚ましていようと格闘したものだった。その恐怖の出所は隅のネズミ穴で、たゆんだ高板張りの床をパタパタと駆け寄りながら、髭を生やした小さな人面顔に邪悪な期待をたたえていたのだが、ありがたいことにこの夢はその物体が彼に鼻を突っ込めるほど近づく前に覚めるのが常だった。それには地獄のような長く尖った剣属の歯があり、ギルマンは毎日ネズミ穴を塞ごうと努めたが、夜になると決まってその板材に生息する真の住人どもがどんな障壁であろうと食い破ってしまうのだ。一度大家に頼んでブリキ板を釘で打ち付け穴を覆ってもらったことがある。ところが次の夜にはドブネズミどもが新しい穴をかじって開け、その際に奇妙な小骨片を部屋の中に押し出すか持ち込むかしていた。ギルマンは熱のことを医者に言おうとはしなかった。試験に合格するためには一瞬たりともおろそかにできぬ今、大学の病院にでも押し込まれたらおしまいだと思ったからである。実のところ彼は学期末にあって微積分学 D と上級一般心理学を落としており、まだ今なら湿地を回復できるという一縷の思いで背水の陣を敷いていたのだ。ネーリバナに見る夢の中に新たな要素が入ってきたのは3月のことで、ブラウン・ジェンキンの悪夢のような姿が星雲上の霞に伴われるようになり、この霞が次第に腰の曲がった老婆に似てきたのだ。加わってきたこの要素は思いがけず彼を不安にさせたが、最後は、廃府島近くの入り組んだ暗い路地で実際に二度出くわしたばあさんに似ているのだと断定した。それらの折には、老婆が理由もなく向けてくる邪悪で冷酷な凝視を受けた彼は、ほとんど身震いする思いで、ことに初めてでっぷり太ったドブネズミが隣の裏通りの暗い入り口を駆け抜けていくのを見たときは、馬鹿げた話だがブラウン・ジェンキンのことを考えずにはいられなかったのだ。今では、自分の歪んだ夢はこれらの神経質な恐れが反映して現れてくるのだと考えていた。古屋敷のもたらす影響が不健全なものだという点は彼も否定しがたく、だが初めの頃の病的な興味の残滓がなおも彼をそこに引き止めていた。毎夜の幻想はもっぱら発熱に起因するものであり、熱っぽい感じがなくなりさえすればおぞましい幻影も消えるのだと彼は論じた。しかしながらそれらの幻影は生き生きとした説得力を獲得していき、目覚めるたびになんとなく、
思い出せる以上にずっと大きな何かをしてしまっているのだという感じが残っていた。彼には恐ろしい確信があった。忘れてしまった夢の中でブラウン・ジェンキンと老婆の両方と話したことがあり、両者はさらに高い能力を持つ3番目の存在と合わせるため彼をどこかに連れて行くべく駆り立てているのだと。3月も終わり頃になると、他の勉強がますます煩わしくなっていた一方、数学は上がり調子になっていった。リーマン方程式を解く直感的な要領をつかみ始め、4次元その他の問題に関する理解力でアッパム教授を驚嘆させた。クラスの他の学生が軒並み叩きのめされた問題である。ある午後にはこんな議論があった。いわく、空間内にある奇怪な局面が存在しうる件。またいわく、大宇宙の中の我々側の部分と、菜園の星々と同じほど離れた他の様々な諸領域あるいは諸銀河の狭間にある深淵とが接近し、あるいは場合によっては繋がってしまうはずの理論上の点について、それどころか、その繋がりは、途方もなく遠隔の地点へ、アインシュタイン的全時空連続体のあちらにあるとためらいがちに想定される単宇宙の群れと同じくらい遠くの地点へと結ぶのだ。これらのテーマについてのギルマンの水際だった扱いは他のものすべての称賛の的となり、しかし一部には、かの家庭的な描写が、神経の状態や孤独を好む傾向などを散々嘆つらう原因ともなっていったのだ。学生たちが首を横に振ったのは、彼が真顔で、人は、人間には習得しがたい程度ではあるにせよ、十分な数学的知識を持てば、この地上から宇宙の果てのいかなる特定の天体にでも足を踏み入れることができるという説を持ち出した時である。彼は言った。そのような一歩に必要なのはわずか二つの段階のみであろう。まず基地の三次元宇宙圏から抜け出し、ついでまたその宇宙圏に戻るのだが、その地点は果てしない遠方であってもよい。この点には多くの場合生命を失うことなく達成できると考えられる。おそらくは、三次元空間のいかなる部分に住むいかなる存在であろうと四次元空間の中でも生存できる。第二段階で生き延びられるかは、再突入先として選択した三次元空間内の局所的な状況に依存するだろう。ある惑星の住民は他の惑星でも生存できるかもしれない。それが他の銀河系や他の時空連続体の中の類似した次元的位相に属する場合であっても、だが、数学的にはごく近接した宇宙同士であっても、互いの住民が生存できないような惑星の組み合わせは莫大な数に上るに相違ないのだ。任意の次元領域に住む者が、不可的な意志は無限に頂上する未知の不可解な領域へ、問題の時空連続体の内部であろうと外部であろうと、生きたまま突入できるというのも、また同様にあり得ることであって、さらにその逆すらも真なのだ。推測ではあるが、任意の次元からより工事の地平に足を踏み入れる際に発生する変容によっても、我々の知る生物学的統一性が破壊されることはないと考え得る相応の根拠がある。最後の推測におけるギルマンの説明はさほどはっきりしていなかったが、他の複雑な点における明快さがこの部分の不明瞭さを補ってあまりあった。彼の行う、高度な数学と魔術の特定の層との近縁性に関する論証は、アッパム教授をことのほか喜ばせた。そのような魔術は、言語に絶やした時代を越して、我々以上に大宇宙とその法則を知っていた者ども、人類であれ、人類以前のものであれ、より伝承されてきたのである。4月1日頃になると、ギルマンは微熱が引かないのを随分気にするようになった。また、下宿仲間が彼の夢中遊行について話すことにも心を乱された。彼はしばしばベッドから抜け出しているようで、下の階の部屋の住人が言うには真夜中に床がきしむ音がするらしいのだ。この男は夜になると靴音がするとも言っていたが、ギルマンにしてみればそれは間違いに決まっていた。朝になってみれば、他の衣服同様、靴もぴったり元通りの場所にあったからだ。
この病的な古屋敷では、どんな種類の幻聴が聞こえてもおかしくはない。ギルマン自身、今や白昼ですら、傾いた壁と天井の向こうにある黒き虚空から、ドブネズミが立てるゴソゴソいう音とは異なる物音が聞こえてくる気がしているではないか。病的に鋭敏になった耳は、記録がないほどの昔から封印されたままの頭上のロフトにかすかな足音がするのを聞き取れるようになっており、時としてそのような幻覚が痛ましいほど現実性を帯びていたのだ。しかし、彼は自分が本当に無遊病になってしまったということを知っていた。衣服がすべて元の場所にあったにもかかわらず、部屋がからになっている事例を二度見られているからだ。これを受け合ったのは下宿仲間のフランク・エルウッドで、貧乏のせいで、こんなにみすぼらしく人気のない家に下宿せざるを得なかったのだ。いつかんか勉強していたエルウッドは、微分方程式のことで助けを求めに上がってきたのだが、ギルマンは不在だった。ノックをしても返事がないのを見て、彼はぶしつけだとは思ったが鍵のかかっていなかったドアを開けた。ひどく手助けが欲しかったのと、ちょっと揺すって起こしても部屋の住人が気にすることはないだろうと思ったからだった。しかしながらいずれの事例でも彼はいなかったし、そのことを告げられた時、裸足に寝巻きという姿で一体どこをほっつき歩けたのだろうかと彼は不思議に思った。夢中遊行の報告が続くようならその件を調べようと決意し、自分の足跡が向かう方角を見るため、廊下の床面に小麦粉を撒いてやろうと考えた。狭い窓の外側には足がかりがないので、出口といえばドアということになるはずだった。4月の暦をめくっていくうちに、熱にうなされ過敏になったギルマンの耳は、1階の部屋に住むジョー、マズレビッチという名の迷信深い食器修理屋が唱える哀れっぽい祈祷の声に煩わされるようになった。マズレビッチは老女家財屋と、鋭い牙を持ち鼻を突っ込んでくる毛皮野郎について、長くて要領を得ない物語を聞かせてよこし、そいつらに時々ひどく付きまとわれるのだが、そんな時は自分の持っている銀のキリスト卓形像クロス、その目的で聖スタニスラス教会のイバニツキ神父がくれたもの、だけが助けになったと言った。今彼が祈っているのは、魔女のサバトが近づいているからだった。5月祭の前夜はワルプルギスの夜、地獄より最暗黒の邪悪がうろついでて地表を括弧しサタンの全奴隷どもが名乗しがたい儀式と行為のために集うのだ。いくらミスカトニックアベニューやハイガイやソールトンストール街の身なりの良い人々が知らぬふりをしていても、常にそれはアーカムでは極めて悪い時期だった。悪事がなされ、子供の一人二人はいなくなるのが常だった。ジョーは祖母からそういった事情を聞いて知っていた。出身地である古い国で祖母はまたその祖母から話を聞いたのだ。こんな時期にはお祈りをあげて数珠の玉を数えるのが賢明なのだ。この3ヶ月、ケザイアもブラウン・ジェンキンもジョーの部屋やポール・チョインスキの部屋の周囲に現れることがなかった。そう、どこにも。そしてこいつらが姿を見せないというのは良いことではなかった。何かで手一杯になっているに違いない。